日向さん、コナンさん、メディさん、ヤンカーさん、コーラさん、リンクさん、上丸さん、銀色キングさん、トリケロさん、ヒデキンガーさん、ムラさん、ヨシヒコさん、ハトさん、サブさん、ヒソタンさん、シマンチュさん、ノブピーさん、ユージーさん、クリボーさん、ケロルさん、こんばんは。こんばんは皆様。やっほー。空飛ぶ寮さん、結婚はしない。結婚はしないよ。タンタンタヌキさん、ヤンカーさん、アイスありがとうございます。今は何モードだって。今は今は夏バテモードです夏バテモードかな。いっこうさん、アイスありがとう、ありがとう。カズさん、ありがとうございます、アイスいっぱい。リョタさん、よっちゃん、アッキーさん、ありがとう。よっちゃん、ありがとうございます。カズサさん、アイス10個ありがとう。なんか取り急ぎツインにしたんだけど、なんか、あ、これ今これを持ってるのは白飛びするからです。ほら白飛び対策。さん、ありがとうございます。翔一さん、アイス10個ありがとうございます。愛してるよ、アイスしてるよ。ヘイチパパさん、上田さん、ありがとうございます私はさやかりに浮かれモードだって。それは良かった。それは良かったよ。マコロンさん、ありがとう。ベルマさん、ありがとうございます。いっこうさん、ジンライさん、ありがとう。ツナマヨさん、愛してるよ愛してるよ、愛してるよ、愛してるよ。さんさん、たけさん、ヤンカーさん、ありがとう、ありがとう。ユージーさん、ありがとうございます。ヤマイさん、愛してるよ、愛してるよ愛してるよっていうのをすっごい早口で言ったら愛してるように聞こえるんじゃないかと思って今挑戦してる。
私オフだったのでいろいろしようって思ってたんですけど、今日は休息日にしたので、何してたっけな、みんなの楽しかった土曜日の話を聞かせてください。そう、今日はもう体を休める日にしましたわ。ビルマさんありがとう。そうだよね、今日もう5時頃に5時頃にツイートした、早起きだったので。そして二度寝した。あ、仕事してた？楽しくなかったの？あ、買い物行ってた？早起きして二度寝は、それは私と一緒や。いっぱい寝られた。いいね。いいですね。あ、本日は仕事の方が多いかな。あ、お仕事で熊本に行って通った町が夏祭りだったの。すごい、それは夏を感じる。プール行ったりサングラス買いに行ってたって。わあ、すごい洋の洋の世界の住人だな。漫画読んでた。そうね、今日フェスがあってたね、岐阜の方で。キータさんありがとう。夏バテ対策にうなぎをいただきました。いいですね。あ、うなぎ食べたの？生き地獄。何があったん何があったんだ君は。仕事の後にアイス食べた。良いですな。花火見に行ってきたの？めっちゃいいやん、めっちゃいいやん。鶏天うどん食べた。一歩も外出てない。私外は出たよ、外は行きました。瀬戸内南波さんありがとうございます。アイス。わっこひろくん、かずさんありがとう。とりさんさんありがとうございます。ゆういちろうさんありがとうございます。ありがとう。もうね、家に食べ物が何もなかったので、夕暮れちょっと涼しくなっ、日が落ちたぐらいにとぼとぼ言いながらスーパーに行きました。ゲーセン行ったんだ。ゲーセンはもうずっと行ってないな。もう一回さ、 UFO キャッチャーやりだしたら永遠にやめれなくなっちゃうからね。
さやかりんの全肯定配信みたいって何その配信みんなを全肯定するの。多分私得意かもそれ。そうとぼとぼ島戸太郎さんありがとうございます。今日はとぼとぼとカツオのたたきを買った。美味しかったな。しかったな。あ、私を全肯定するっていうこと？あ、どっち、どっち側？みんなが私を全肯定してくれるの？じゃあ今から全肯定してね、みんな。でもなんだろう、特に話すことがないな特にあ、でもみんなが勝手に肯定してくれ始めてるスーパーに行けて偉いカツオのたたきいいねいっこうさんアイスありがとうございます。いつもしてるやんって。そう？そうかい？ちょっとなんかツインテールがね似合ってない気がするんですよね似合ってない気がするんだ大人のツインテール偉いって。ちょっとこれ審議入りました。審議あるな。白飛び対策できて偉いこれぬいぐるみを持ってて偉い。生きてて偉いはもう究極やね。そうよ、生きてて、生きてて偉いよ。みんな生きるのってさ、生きてるだけで大変じゃないですか。いろいろだって、なんだろう、何もしなかったら生きていけないじゃん人って。だからみんな毎日生きるために生活して動いて偉いです。偉いよみんなお互いを肯定する配信。さんさんありがとうございます。深夜さんもありがとうございます。何の話をしようと思ってたか忘れちゃったな。あ、そう、今日はねお休みメール、そうだ、お休みメールはね送らなきゃって気づいたのがもう21時59分とかで、すっごい取り急ぎ送っちゃったのでね、すごい短くなっちゃったよ。申し訳ない。そう、もう22時00分くらいにわーって言いながら送ったの。瀬戸内南波さん、鳥さんさんありがとうございます。
いや、ちょっと一旦もうやめようか。やめようか。全工程やめようか。全工程やめようか、一旦。だんだん、あれだね。人って、肯定されすぎたらさ、肯定されすぎたらされすぎたで、ちょっと、あれなんだね。全工程やめるの偉いって、もうそれ無限ループ。無限ループや。肯定されすぎも多分人ってきっと良くないんだろうな。なんかぬいぐるみ持ってたら部屋が暑いので温度を今下げた。温度を下げました。そう、肯定されすぎたらされすぎたでちょっとね、だんだんとね、だんだんとなんか居心地が悪くなっちゃうよね。 タンタンさん、結婚はしない。カズサさん、ありがとうございます。それはそれぞれの性格。あ、嬉しい。カップアイスギフトメンバーランキングが現在5位になってる。ありがとうございます。ありがとう、みんなありがとう。みんなありがとう。結婚断って偉いって。エアコンリモコン操作できて偉い。そこまで、それそこまで来たらね、バカにしとるな。バカにしとるな。ヤンカーさん、ありがとうございます。ビルマさんもいっぱいありがとうございます。お礼言えて偉い。いや、もういいよ、もういいよ、もうやめてよ、もうやめてくれよ、もう偉い禁止にしよう、もう偉くないよ。本当に熱くなってきちゃったじゃん。もう温度が下がらん。すごい音下げたらゴーって言い出した。ダメだ、人は褒められすぎたら良くないね。良くない、分からん、人によるかもね。私はあんまり褒められすぎたら良くないので、そう、適度にしよう。ゆういちさん、陣来さん、イコルさん、ありがとうございます。そう、だんだんちょっと私褒められすぎたらちょっとおかしくなる。そう、ということが分かりました。で、みんな適度にしてほしい。よいしょ。バイリンガルさんもありがとうございます。ありがとう、ありがとう。もう何の話だっけ、何の話をしようと思ってたんだっけ。そう、ほどほどが大事で、でも日常生活生きてて褒められることってさ、もうそんなにないよね。ありがとうございます、皆さん褒めてくださって。焼肉屋さんの音って言われてるじゃん。エアコンの温度下げたの今。もう暑くなっちゃったから。チャブさん、ありがとうございます。コーラさん、結婚はしません。結婚はしません。
きることは地獄って、ちょっとまだ言ってるじゃん、大丈夫大丈夫かい。今だけは忘れよう、辛いことは。ゆういちさん、ありがとうございます。そんな風強い、本当？1個あげよう。もう20、あ、1個あげただけでこんな静かになるんだ。静かになりました。エアコンの1度は結構違うね。ようちゃんさん、ありがとう、ありがとう。今日ツイートしてなかったけど、どうしようかな。今日はオフモードなのでツイートはしなくていいかな、しなくていいかな。エアコンくん静かになって偉い。あ、エアコンを褒めるのはね、いいよ。うん、なんか私以外のを褒めるのは全然嬉しい、嬉しい気持ちになります。ちょっとエアコンに伝えとくよ。アッキーさん、アイスありがとうございます。ありがとう。宮下生活さん、クマありがクマです。バカくん、さやかりんを守って偉いって。そうよ、この子がいなかったらほら、なんか白飛んじゃう。ほら、大事、偉い、とても偉い。じゃあ私がみんなを褒めるよ。私がみんなを褒めるからさ、ちょっとみんなみんなちょっと自己 PR してください。ケンさん、ありがとうございます。さやかりんルームに来てくれて偉い。偉い。リコチペちゃんを愛してて偉いって。偉い偉いよ。コロンさん、ありがとう。カズさん、アイスありがとうございます。ありがとう。テスト勉強してますって偉すぎやん。こんなもう生きるだけで大変なしかも夏にこんな灼熱で学校に過ごせてるだけでも偉いのにね、勉強までしてるの。今日寝てましたって偉い。寝れて偉い寝れて偉いよ。私
最近ロングスリープがあまりできなくてちょっと悩んでるです。洗車したの？偉いね。車を大切にして偉いね。ヤンカーさん、あ、結婚はしません。ここはドライ。今日16時まで寝てたって家でまったり見てます。いやもうまったりできて偉いよ。休息が取れるのが偉いね。休息を取らないとね、頑張ろうと思った時に頑張れないからね。力を蓄えれて偉いです。昨日 G 倒しましたって、それは本当に偉いね。それは本当に、え、どうやって倒したんだろう。まださやかりんファン歴20日ぐらいですって。いやでもね、その20日ももうね、ずっと好きでいてくれてることが偉いし、きっとこれからもね、ずっとどんどん日にちを重ねていってくれると思うので偉いです。偉いです。でもね、ちょっと熱を急に上げすぎたらさ、急に冷めちゃうかもしれないから、ちょっとじゃあほどほどに上げてって。紙面の卒業で絶賛何中なんだろう。星になってるな。紙面が卒業でね、いろいろ寂しかったりあると思うけど、偉いです。今日も頑張ってて偉いです。フォローしてます、それは偉いね。無条件で偉いね。カズサさん、アイスありがとうございます。ありがとう。最近リコちゃんが好きですって、いいよね。リコちゃん、私と一緒だ。私と一緒だ。もちろんね、さやかりんは大好き。大好きってことでしょ。偉いです。ケンちゃん、ありがとうございます。エレベーターでなく階段を使いますわ。それは偉い。それは偉いです。いいね、そういうところでちゃんと消費するの偉いよ。さやかりん今日も生きてて偉いって私を褒めないで。私を褒めないで。私を褒めるの禁止って言ったでしょ。私がまたエアコンの温度を下げなきゃいけなくなるから、私を褒めるのはもう禁止なの。なんかどうしよう、変な、なんか変な人になっちゃってるかも今。ツイッターもフォローしてます、偉い。もうそれだけで大優勝。今日掃除をサボりましたって偉いね。いや今日はね、暑かったし、なんか土曜日だしさ、うん、そんなしなくていいよ。しなくていい、好きなことをすべき。偉いね、そういう判断ができて偉い。歯医者に行きました、偉い。
えらい、私まだね歯の治療1個残ってるんだけど、なんか永遠にもう逃亡してるから前回歯医者さん行ってね麻酔打たれてから意外と麻酔は大丈夫ってことが分かったんだけど、ちょっともうなんかちょっともううん次行こうってちょっとならなくなっちゃってさ、逃亡してるんよね、えらっ。あ、ちょっとごめん、時差ができちゃった。ゆっくりと褒めてたら時差ができちゃったので、ちょっと追いつくね。みんな偉いよ。ウォーキングしてます、だって偉いね。水分はしっかりとってね。アクティブで偉いね。しんたんたんさん、ありがとうございます。せやかりんの配信最初から見てますって、もうそれはもう偉いとかじゃもうないね偉いを超えちゃってるね。どうする、偉いの上って何なの。ちょっと待って、時差が生まれてるのでちょっと追いつこう。前髪切ったって、この前の公演の日に切った。あ、気づけて偉いねあ、いいな、褒める方はいいな、褒めるのがいいな。ちょっと夏バテ気味ですって。あら、でも自覚できてるのが偉いね。しっかりゆっくりしてね、ゆっくり休んでね ごめん、ちょっと時差があってさ、今私が怒ってるとこ読んでる、ごめん、ちょっとごめんね、褒めてくれたのに怒ってごめんね何でよって。さやかりんのメールの未読が少し溜まってますって。いや、でもそれを今さ、こうして正直に伝えてくれて偉いよ、ありがとうございます。じゃあ読んでね、私の配信が終わったらじゃあ読んでくれたら嬉しいです。でも偉い、こうやってコメント正直に言ってくれて偉いよ。こんばんは、初見さんコメントしてくれて偉い、ありがとう。メール取り始めましたって、それは偉いよ。いや、それは偉いというかありがとうです偉いというかありがとうございますそうよ、ホイコーロー食べました、偉いって。ホイコーローってさ、なんかあれだね、いいね。ホイコーローってなんだっけごめん、ちょっとホイコーローが、ちょっとホイコーローが今出てこない。あれ、ホイコーローってあれ回る鍋肉ですか、あれ違うかな。ちょっと待って、時差が永遠にある。あ、初見さん、初めまして。いや、初めましてって言えるの偉いよ偉いよ、ありがとうね。ちょっと初めましてってさ、先に言う方緊張するじゃん。先に初めましてって言うの緊張すると思うけどさ、私側からは言えないから、こうして言ってくれて偉いです。
ートルさんありがとうございます。ちょっと追いつこう、追いつくね。今日から毎日配信見ますだって。ヤンカーさん、アイスありがとうございます。セイカリンからのメール3660通全部保存してますって。え、3660、ちょっと待って、これが意味どうしよう、ここからここの数字が言えないけど、いつからの全部、それそんなにあるの。ちょっと時差追いつくね、時差追いつくよ。セクシーダニエルさんありがとうございます。時差を追いつこう。あ、合ってる。丸鍋肉がホイコーローか。あ、いいですね、ホイコーロー。なんかさ、ちょっと夏バテとかの時にも食欲が湧きそうでいいですね。偉いですね。じっくりとみんなの自己 PR 披露、さやかりん偉いって。ゆずきちさんありがとうございます。猫さっき、僕さっき当たってたっけ、当たりましたか、アイス当たった。ちょっとコメントに集中しすぎてさ、見れてなかった意識がいってなかった。当たってんのかな。そっか、もう、ありがとうございます。その全部クラウド容量を追加したので全部保存できてますって。ありがとうございます。でちょっと恥ずかしいな、過去のさメールをさ見られるのちょっと恥ずかしいな。綺麗ねって、これはあんま、でも偉いっていう言葉を使ってないから、ありがとうございます、嬉しいです、嬉しい。あ、でもね、なんかね、あ、でもまあいいや。ちょっとここら辺が荒れちゃってるんですけど、ちょっとうまい具合に隠せてるので、いいやいいや。宮城生活さんありがとうございます。ゆずきちさんもありがとう。とろろでとろとろでとろさんもありがとうございます。あ、追いついた。時差を解消して戻ってまいりました。来ましたです。今日は水飲もう。
うまい、水がうまい、声かわいいは嘘よ声かわいいは嘘よ。もやし生活さんめっちゃかわいい、ありがとうございます。あ、待って、ちょっともうコメント触らないとこ、また時差ができちゃう。めっちゃかわいい、ありがとうございます。ちょっとウィンクが下手くそでした。水さん、さやかりんに飲まれてあげて偉い、泣き泣き泣き。まあ私を褒めてないけどちょっと真偽だなちょっと真偽だな。だってまた時差ができそう。桜の坂さん、結婚は嫌です結婚の時だけ感情をなくす人嫌です。そう、ちょっとね、髪の毛はね、綺麗に伸ばせるように頑張ろうと思います。頑張ろうと思います。いろいろこだわっていこうと思います。まだ切らないの助かる。どうするとか言いながら4周年婚で切ったりして、前回の2期生の3周年の時になんかサプライズみたいな感じで切ってね、切ったんですよ。それまで皆さんにはお知らせせずにいて、その3周年のコンサートで初見せをしたので、あれからでもまだ1年も経ってないんだね。そうやって考えたら、って考えたら意外と私髪伸びるのさ遅いかもしれん、ん遅いのかな、ここぐらいまで切って、まあこんなものか。じゃあ1年前でしたね。リルマさん、アイスありがとうございます。いっぱい今は割と伸ばしたいモードかな。初見さんありがとうございます。コメントできて、コメントしてくれて偉いね。コーラさん結婚はしませんもしません。でもあれ楽しかったな。なんかね、
なんかみんなをね、ちょっと驚かせるのが私は結構好きなタイプなので、みんなあの驚いてる姿を見るのが好きなので、あれ楽しかったな。サプライズで伸ばすってさ、そんな急激には伸びんからさ。ねえ、またなんかでももう髪切る以外ないもんね。もう髪を髪染めるのできないしね。金髪にする？エクステつけるか。そうするか。そうよ。ドッキリは仕掛ける側が好きですね。背を伸ばす、なんか背を伸ばすで思い出したけどね、この前レッスンの時鏡見て、いや私背縮んだって思った。私背縮んだかもしれない。なんかで縮むとかないから、なんなんだろうな、姿勢が悪いのかな。みんなが厚底のレッスンシューズ履いてたとかかな。周りが伸びた。靴底の厚さかだったのかな。湿気。湿度が高くて私だけなんかなんかそうしおれてたのかな。あ、プロフィールに身長書いてないっけ。163ですね私は、おそらく。ちょっとまた測ってみよう、測ってみよう。湿気てるアイドル、やだな。なんかやだな。寒くなってきちゃった。温度を上げましょう。STU 身長高い人が多いイメージある。本当？でもどうなんだろうね、どうなんだろうね。私は STU メンバーの中だったらちょっと高めの方かも。でもちょっと縮んだ説があるので、だんだん小さい方になっていくかもしれん。あれ？あれ、なんかリコちゃんと同じぐらいの身長にはなってるなってなって、次見た時はあれ、なんかサーヤンと同じぐらいの身長になってるなって、
そうなったらちょっと変わってきますけど。ウアンさん、ありがとうございます。アイスアイス。あ、待って、23時56分ありがとう、教えてくれてありがとう。あっという間だったわ。という間だったわ。テロップを書くわ。今日はそのまんまにした。いつもはちょっとみんなが予想しないやつにしようかと思うんですけど、今日はちょっとみんなをいっぱい褒めれて嬉しかったので、じゃあ壇上を読ませていただこうと思います。13位、瀬戸内難波さん、えらい。12位、エイジパパさん、えらい。11位、トッシーさん、えらい。10位、カズさん、早くに倒し、えらい。9位、翔一さん、えらい。8位、ギータさん、えらい。7位、ゆずきちさん、えらい。6位、ヤマイさん、えらい。5位、カズノさん、えらい。4位、ビルマさん、えらい。3位、ツナマヨさん、えらい。2位、もやし生活さん、えらい。そして1位、いっこうさん、えらいです。パチ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 、ありがとう。そして明日ケロ吉の方は聞いたら大好きマンさんです。えらいよ。 そしてさ、ちょっとタワーのお礼をさせていただきたい。翔一さん、以前のタワーのお礼書かせていただきました。ありがとうございました。見えるかな、最後になっちゃったけど、ありがタワーでした。遅くなっちゃって申し訳ない、ありがタワーです。パチ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 、ね、ギリギリになっちゃったけど、ありがとう。ありがとうでした。そう、色鉛筆で描いた、ありがたわ。ヤンカーさん、アイスもありがとうございますね。おやすみなさい。また他のあと2つのお礼は明日させていただきます。おやすみなさい。みんな今日も偉いよ。偉かったよ。ありがとうございました。今日も自分を褒めてゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバイ、ね、いい夢を見てね。